福岡教育大学は、福岡県宗方市赤間文教町一の一日本部を、奥日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は副教大。西門日本の多くの教育系大学と同じように、特別支援教育教員養成課程がある。また、特別支援教育系の専攻課と別課がある。初等教育教員養成課程は、 小学校教員の要請に特化している。初等教育教員要請課程では、取得できる免許は小学校教員免許のみが原則で、中学校教員免許は2種免許状が何とか取得可能だが、1種免許状や高校教員免許は原則として、取得は難しい。中等教育教員要請課程では、中学校教員免許、高校教員免許の取得が可能。 放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。学校現場での英語コミュニケーション能力を備えた小学校教員の養成を目指して創設された。授業は課外活動であり、卒業単位には含まれない。授業は無料だが、テストには料金が発生する。国会議員の河野太郎が、 英語習得員の情報を集めている。ありがとうございます。